カーラビは株式会社プレミアムプラットフォームジャパンが運営している日本の定額制動画配信サービスの名称。本校では運営会社であるプレミアムプラットフォームジャパンについても述べる。キャッチコピーはドラマだけは負けたくない。TBS テレビテレビ東京ワウワウの合同動画配信サービスとして2018年4月1日サービス開始。TBS テレビテレビ東京とも 自社で配信サービスを並行して運営していたが、前社は2018年3月31日に新規有料コース登録と新規コンテンツの配信を終了し、同年6月30日にサービス自体を終了した。また、後者でもドラマバラエティアニメ番組を本サービスと無料の動画配信サービスに絞っており、パラビカイゴムサービスを引き続き提供していた兄。 テレの新規会員登録と有料会員向け未放題追加登録を2021年4月15日に終了し、同年6月30日にサービスを終了することになった。一方で、経済番組の一部については引き続き、テレビ、東京ビジネスオンデマンドにて有料配信している。サービス名は、パラとビジョンのカバン語で、テレビジョンのテレと対比させている。 月額925円の定額制見放題だが、都度課金も併用する。2019年7月10日から、日本経済新聞電子版と、セット割引も開始された。サービス開始当初は、ジャニーズ事務所所属タレントの出演作品は、配信せずに、レンタル視聴となっていたが、2018年9月から、定額見放題のドラマも追加されている。また、 定額制見放題とは別に2019年2月からワウワウのインターネット同時配信サービスであるパラビワウワウプランを開始し BS3 チャンネルの番組も本サービスにて視聴ができるようになった。しかし2021年1月13日からワウワウ独自の動画配信サービスワウワウオンデマンドを開始するのに伴い同日10時にて新規受付を終了。 同年6月30日に本サービスでの同時配信を終了することを2020年12月に発表した。過去のドラマ作品が中心。2020年頃から TBS テレビのドラマ番組に出演している俳優の関連作品を中心に配信対象となる番組が増加した。なお、日本テレビ参加の Hulu でも2012年からテレビ、東京や TBS テレビなどが制作した番組の配信を行っている。大河ドラマ、八重の桜を配信した。カンテレが制作している連続ドラマの一部作品や、バラエティ番組、何わから、ええー、風吹かせます。と、グータヌーボーを配信している。愛席食堂やドラマエールを配信している。なお、TBS 系列で、ABC テレビと同じ在販テレビ局である。 MBS テレビでも同局制作の漫画日本昔話がアベマ t v で配信され、ピーナッツバターサンドウィッチなど MBS のシニドラマの作品の一部も放送直後にテラサで一定期間独占配信とそれぞれテレビ朝日と資本関係がある動画サービスでの配信が行われた。音楽番組 SBS 人気歌謡を配信している。音楽番組 ミュージックバンクを配信している。株式会社プレミアムプラットフォームジャパンは、パラビを運営する日本の株式会社である。TBS ホールディングス、日本経済新聞社、テレビ、東京ホールディングスワウアウ、電通、白報道、DY メディアパートナーズの6社が出資している。後に、JNN、TXN の近畿広域圏、中京広域圏、北海道、 福岡県の各系列局及び持ち株会社も資本参加している。ありがとうございます。